こんにちは、農研機構の中村です。輸送中に食品にかかる振動を再現する3次元振動試験機と、これを用いたトラック輸送中の振動再現研究について紹介いたします。現在、穀類、野菜、果物など多くの農産物はトラックで運ばれています。輸送中の農産物には振動や衝撃など道路状況などによるさまざまな力が加わります。また荷台の温度や湿度は農産物の品質変化に大きく影響します。輸送中に生じた傷によりカビが発生するなど、さまざまな原因で輸送中に農産物の品質が劣化し廃棄しなければならない場合があります。しかし実際の輸送トラックを使って繰り返し輸送試験をするには人手やコストがかかります。また天候や道路の状況、トラックの速度など輸送条件は常に変化するので結果を比較することが困難です。3次元振動試験機はこれらの問題を解決し、輸送試験をいつでも簡便に行うことができます。この機械は輸送中の振動のみならず温度などのトラックの荷台内の環境と同等の環境を再現することができます。また8時間の輸送と同等の振動を30分で再現することができます。ではこの機械を使ってどのようにトラック輸送中の振動を再現するのかご覧に入れましょう。これが測定用のデータロガーです。振動や衝撃、温度、湿度などを記録することができます。次に対象となる輸送経路を荷物を積んだトラックにデータロガーを設置して実際に走行します。輸送途中では道路事情によってこのように大きく揺れたりします。トラックに設置したデータロガーには輸送中の振動データが記録されています。このデータを解析し実際のトラックの振動と同等で整理圧縮された振動を3次元振動試験機を使って再現します。このように試験機にサンプルを入れた箱を設置してサンプルに再現した振動を加えます。包装資材や輸送方法を変えて試験を行うことにより輸送中の農産物の損傷を抑え品質を保ったまま輸送できる包装容器や輸送方法を開発することができます。3次元振動試験機を用いた研究は船や飛行機の輸送シミュレーションも可能なので輸出時の食品の損傷防止技術の開発にも役立ちます。またこの技術を開発することにより輸送中の食品の損傷を抑え廃棄される食品を減少させることは輸送コストの削減はもちろん将来の人口増加による食料危機に対しても重要な研究といえます。